第章残忍なものの不幸それから子供らも変わるがある言葉身近に自分らがこの島に漂流した顛末をイバンスに話して聞かせるとイバンスはそして君らがここへ漂着してから今日まで20ヶ月の間船がこの沖に見えたことは一度もなかったのですか一度も見ませんでした。 そして君らは何か信号を掲げてはおかなかったのですか上げることは上げましたけれどちょうど六週間前にワルストンらに見られると大変だと思ったものですからとうとう信号を下ろしてしまったのですその用心は大いに良かったですしかしワルストンらはとうとう君らの住まいを発見したのですからもうこの上はただ日夜警戒して差し当たり彼らを防ぐより 他に仕方がありませんワルストンらが残忍どう猛な悪漢であることは彼ら自身にとっても何たる不幸のことであろうもし彼らが善人であるならば子供らは喜んで及ぶ限り彼らを助けてやるんだのに遺憾ながらも子供らは彼ら悪漢を敵とせねばならなかったのであるそして子供らもまた人数こそ多いけれどもみんなたかが子供である。 でどどれれれほどの苦戦をしなければならななけばらいいか知れないそしてまた勝敗のほども実に気遣われるのであったしかしながらケイトは「皆さん今日まで皆さんをお守りくだすった神様は必ずこれからも皆さんをお捨てにはなりますまい」「そして神様は現に優遇なイヴァンスさんを送って皆さんをお助けなさろうとしていらっしゃるじゃありませんか」と言葉を尽くして一同を 慰め励ますのであった一同はケイトの言葉に力を得て大いに喜び「イバンさん万歳イイバンさん万歳」と思わず一斉に叫んだ第160章恩愛か戦いか一同の話を黙って聞いていたゴルドンはこの時初めて口を開いてしかしもしワルストンらがおとなしくこの島を立ち去ることを 承諾したらば僕らは何も好んで彼らを敵視する必要はないと僕は思うがね。というとイバンスはそれはどういう意味なんです彼らはもしその船を修繕することさえできればすぐこの島を去るでしょうそして必ずしも私らに危害を加えはすまいと私はこう思うのですで私らは彼らのところへ行って 彼らに必要な修繕の道具を貸してやる代わりに船が修繕できたらばすぐにこの島を去ってもらいたいとこう掛け合ったらば彼らは定めし私らの言うことを聞いておとなしくこの島を去るでしょうイバンスさんそうじゃないでしょうかゴルドンの言うことは実に最もな話なので一同は大いに同感の様子に見えたがイバンス一人は「それは」 一応最もなお話ですけれども諸君はまだワルストンらの性質を十分にご存じないからそう思われるのも無理はありませんが彼らの性質は諸君が思っているよりはずっとずっと残忍どう猛な奴らばかりですからもし諸君が彼らに道具を貸してやろうとでも言い出せば彼らはそれを借りた上必ずさらに他のものまでついでに手に入れようとするでしょう。そして彼らは また諸君は諸君から彼らに何よりも必要な大工道具を貸してやろうと言い出したらば彼らはその恩義に感じてとてもそんな悪心を起こすようなことはあるまいと思われるのでしょうが彼らは決してそんな人情をわきまえた人間ではないんです。で彼らの欠乏しているものは ただその大工道具ばかりりではありません弾薬も諸君を襲撃するくらいの分量はあるでしょうけれどとてもたくさんはないんですからもし諸君にこんなにたくさんの弾薬があることを知ったらばそれを譲り与えてくれと譲らずにはおりますまいそれとも諸君は弾薬を彼らに与えるお考えですか?」といろいろ言って聞かせるとゴルドンは「そんなことは断じてできないです」。 できなければ彼らは腕づくででも必ずそれらを得ようとするでしょう。もうそうなれば戦いはとても免れません。でどうしても戦わなければならないと知ったらば初めから計りごとを決めて戦う方がどれほど利益か知れないじゃありませんか。とイヴァンスはまた言って聞かせた。なるほどあなたのおっしゃる通りです。 厳重にここを守って彼らが襲撃してくるのを待つよりほかに仕方がありませんね」とゴルドンはイバンスの言葉に服した「第161章意外の軍刀中の一等ところが私が彼らに大工道具を貸すのに不同意なのは実は少しほかに考えていることがあるからなのです。もし彼らに 大工道具を貸して船の修繕が済んで仮に諸君の恩義に感じておとなしくここを去るとしても彼らは私ら一同の上を思ってはくれないでそのままここを去ってしまうでしょう。とイヴァンスが言えばサービスは「私らの上を思ってくれなくったっていいじゃありませんか」と不思議に思って尋ねると「じゃあもしあの天満線がなくなったら私らは何で この島を逃れるのですかゴルドンはそれを意外に思いあなたはあの天魔船でこの島を逃れ出ようと思われるのですかもちろんですあんな小さな船であのびょうびょうとした太平洋を横切ろうとなさるのですかどの晩もあまりの意外にこう尋ねるのであったあの天魔船で太平洋を横切るというんですかそうじゃないんです 私はあの船で近い港にまず渡り着いてそこからさらに便箋を求めて豪州へ帰るつもりなのです」とのイバンスの話を聞いてバクスターもまた意外の感に打たれ「でもあんな壊れ船で数百里の鳩を乗り切ることができましょうか?」今度はイバンスが意外に思い「え数百里って何 私が後悔しようと思う最近の道のりは30ノットもないんですよ一同はこのイバンスの言葉をどれほど意外に聞いたであろうそうしますとこの島を取り巻いている水は太陽の水ではないんですかでは私らが初めから「もしや」と思った通り本当に大陸からあまり遠くは離れていないんですか じゃあ諸君は一体今どこにいると思っているんです太平洋中の一古島にいると思います。なるほど。島は島ですがね。しかし孤島ではありませんよ。この島は南アメリカの沿岸にある軍島の一つなのです。諸君は方々にいろんな名をつけておられるようですがじゃあこの島にも何か名がつけてあるのでしょうね。ええ、私らはこの島を チェイマン島と言っていますそのチェイマンは私らの学校の名なのでそれから取ったのですチェイマン島いい名ですなそうするとこの島は新しいのと古いのと都合なが二つできたわけですねなぜならば世間では昔からこの島をハノーバル島と言っていますからこんな話が取り交わされた後イバンスはでは明日さらに地図によって この島のあるところや方位などをつまびらかに教えてやると約束して、一同とともに神女へ退いた。第百六十二章故郷の夢一同はイバンスの話を聞いて、夢かとばかり打ち驚き、そして天にも昇る心地して喜び極まった。太平洋の一孤島で送ったこの二十ヶ月は、子供らにとっては実に。 長長い長い年月であった海を渡るべき船もなければ沖を通る船の影も見えないので子供らはこの先いつまでこの島にいなければならないであろうふるさとの父にも母にも兄弟にももはや会うことはできないものと皆心中ひそかに覚悟していたのであったそれがイヴァンスから「今この島は大陸に近くそしてあの天魔船でも 大陸へ渡ることができると聞いたのだからその喜びは実に何者にも例えようがなかったのであるそして目前に一大強敵の現れたことをも打ち忘れたごとくその世の夢は皆等しく懐かしいふるさとへ飛んだのであったゴルドンとモローは当番であったのでおのおの武器を取り戸口に身を寄せて警戒していたが その夜はこともなく明けて、11月の28日となった。第163章この島の所在南アメリカの南に、東は大西洋から西の方、太平洋に向かって、長さ380マイルにわたる一大海峡がある。その両岸には、 山岳解者なって、中には、海抜三千尺に達する高い山もあるもであでそして沿岸には港湾が多くって船を止めるのに格好であるそしてまた茂った林や清水をたたえた川が流れていてどこへ行っても水や薪に事を欠かない航海者はこの海峡を通る方がレマイル海峡を通るよりも近道でそして ホルン岬をめぐるよりも風波の危険が少ないので喜んでこの海峡を通ることになっているこの海峡こそ西暦1520年にかの有名なるポルトガルの航海者マゼランが発見したものであって世に言うマゼラン海峡とはこの海峡のことをいうのであるマゼランがこの航路を発見してから後 50年たってスペイン人がここへ来てフランスウィック半島にフ,ファミン港を開いた。その後イギリス人もオランダ人も来たそしてオランダ人は世に言うレマイル海峡を発見したのである。これが同じく17 6 1 1 0年のことであった。17世紀の終わり頃から18世紀の初めへかけてフランス人もまた多数ここへ来たのであるが それから後各国の航海者でここへ来たものはとても数え尽くせぬほどの多数に上っている。ことに蒸気機関が発明されて船は逆風逆潮を恐れないで自由に航海ができるようになってからは太平洋と大西洋を往来するものは大抵この海峡を通っていたのである。海峡の北岸はパタゴニア国とキング・ ウィリアムスランドブランスウィック半島などでその南岸はテラデルフェーゴやその他の群島になっているマゼラン海峡の東の口は一大満を成していて天も海も一物の眼界を遮るものもないけれど西の口すなわち太平洋に接するところは小さい島が群がって小さい海峡がここかしこに紛らわしいほどある。 そしてその軍布している小島の一帯は地理国の浜辺に並行して北へ伸びて橋はチョノスやチロー諸島にまで達しているのである。第164章めぐる運命イバンスは次の日、子供らを集めて地図を述べ南アメリカ南端の地形を指さして、諸君、ごらんなさい。こんなに マゼラン海峡の西の口から北に向かってチリー国と並行しながら走っている一帯の群島の中に南ケンブリッジ島と向かい合って北はマドル島やチャタム島に臨んで近くに一つの島があるでしょうこの島は南緯51度成経74度30分にあってハノーバル島というのですこの島がすなわち諸君が今現にいる そして諸君が言うチェイマン島なのです君らはここで20ヶ月余りの月日を送ったのですですが幸いに向こうの大陸へ渡航することが仮にできたとしてもそれからチリー国やアルゼンチン共和国の町へ着くまでには数百マイルの光泊不毛な荒野をさまよいゆかねばなりませんからその艱難深苦は実に想像以上だろうと思います。その上 その荒野を奉公する人たちはまた諸君を親切に世話してくれるような人種ではないのです。で諸君が向こうへ渡航しないで始終この島にとどまっていたのは諸君のためにかえってそれが非常に幸福だったのです」とイヴァンスは語り続けた「人の運命もこうなると分からぬものであるあれほど大陸があるならば見えるならばと望んでいたのに」。 その大陸がそんなに恐ろしいところであったのか。